はい、やられました。まあ夏はね、こういうことがよくあるよね。まあ雨の予報はなかったんですけどね、まあもうドエライスコールみたいなのにね、やられまして、もう全身びっちょりですよ。はい、もう株もねびしょ濡れになってしまいました。はい、ということで今日も鳥羽展望台から始めようと思うんですけどね、またいつ降ってくるかわからないんでね、まあちょっと、まあ、レンズとかがね、水滴で濡れて見にくいモトブログになるかもしれませんけども、はい、今日もね、やっていこうと思います。バカだね。クロスカブにこう乗り始めて、まあ、ちょっと経つんですけども、うん、まあ乗っててね、ちょっとこう、カブっていうものに関してね、うん、まあ新たにこう何て言うかな、感じたことがありまして、うん、それを今日はちょっと話していこうかなと思うんですよね。うん、あ、そうですね、時計つけました。はい、時計、はい、見えますでしょうか、ここにね。はい、時間が見れないんですよね、クロスカブ、うん、まああと、オドはあるんですけどトリップメーターがないんで、サイクルコンピューターとかをねつけてる方がいらっしゃいますけど、まあ、充電式なのがちょっとめんどくさいんでね、まあちょっとサイクルコンピューターはまた、後日考えようかなと、はい、思ってますので、それほどね、変わってないかと思いますが、はい、今日もねこちらのクロスカブで、はい、走っていきたいと思います。ということでね、はい、珍しいですよね、はい、雨のパールロード、はい、なかなかね、雨降ってる時ってこうパールロードを走りに行きませんからね、なかなかこう路面が濡れてるパールロードっていうのもね、まあ皆さんモトブログを見ていただいてる方も新鮮なんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まあ突然やられましてね、もうぐっちょりですよ。もうカッパを着るいとまもなかったですからね。あ、降り始めたと思ったらもう次の瞬間ザーって言いましたからね、もうとんでもないですよ、もう、早速、まあ、鳥羽展望台でね、までたどり着いて、そこで、雨宿りをしていたわけなんですけれどもね、まあ、ちょっと落ち着いたんで、そろそろ出ようかなと、はい、思って走り始めました。うん、まあ、空波ですね、はい、まあ、最近この、まあ、クロスカブですね、はい、こちらに、まあ、乗り換えまして、まあ、初めてですね、過去空波自身は、この株系というね、オートバイを、所有したことがありませんでしたのでね、今回は初めての所有と、いうことになるんですけれども、まあ、所有してみてね、しばらくこう乗ってみて一つだけね、まあ、なんていうのかな、まあ、気のせいかもしれないです、これ。うん、正直気のせいかもしれないんですけれども、なんとなくね、まあ、一つある事件がありまして、それをきっかけに、まあ、こう考え直してみるとね、やっぱりね、そうなんじゃないかなと思うことが一つあって、それはねどういうことかっていうと、まあ、これ株乗りの皆さんとかね、はい、にはもしかしたら怒られてしまうことを僕は言うかもしれませんけれども、やっぱり、株って舐められてるよね。違う？違います？僕ね、舐められてる気がする、やっぱり株って。例えばこう煽られるとかね、なんていうのかな、こう、まあ、邪魔されるとか嫌なことされるとか、まあ、四輪のドライバーにね、まあ、これやっぱり、僕空波がね乗ってるこう5台のラインナップの中で MT-01 とか、まあ、W6 番とか、乗ってる時にはほぼほぼやられたことないですよ。うん、まあ、GSR250 とか、もうあまりやられた記憶はないんですけど、前で言うとね ST250、うん、それからエストレア、これになるとねやられ始めるんですよね。まあ、タイヤのね細さ、後ろから見た場合のタイヤの細さで、判断してるのかなっていう気はするんですけれども、うん、で、まあ当然やっぱりクロームもね、まあそういう風に煽られたりとか、嫌がらせをされました。うん、まあ一番やっぱり僕の持ってた、ラインナップの中ではグロムがやられる頻度は高かったんですよね。でもね、正直に言います、グロムから、このクロスカブにね、乗り換えたわけなんですけれども、正直に言いますけれども、グロムの時よりもだいぶやられる。だいぶやられます。はい、なん
なんだろうな、こうどこで判断してる、まあ、タイヤの細さっていうのもあると思うんだけど、あとはナンバーのピンク、それから、やっぱりこう足を揃えるっていうかね、スクーターっていうかこうカブ系のこう座り方、してるっていうので判断されてるのかわからないですけど、このねクロスカブに乗るようになってから、かなりねちょっとねイラッとすることをされるようになりましたね。それが増えたように、正直思います。で、まあ先日ですね、とある事件っていうか事故っていうかそれがありました。まあソラナミがね、このクロスカブに乗って、まあ、一般の公道を走っている時に、まあ、信号のない、まあなんていうのかな、まあメインのね、県道に出る細い道から出る一時停止をして、出ました、ソラナミは。ただ、当然ですけども右から来る車をね確認して、まあ、十分に、行ける、タイミングだったのでソラナミは出ました。はい。でおそらくですね、何かそれが、その、まあ、空波の後ろに、入った、まあ、右からね車来てたんですけど、まあ、十分な距離、車間というか、余裕はあったんで空波は出たんですけれども、その車にとってその僕が、その細い道から、出て前に入ったということが、よほど何か多分気に障ってたんですかね。僕はちょっとよくわかんないんですよ、そこは。よくわかんない。で、まあ、その空波がね、左折して出て、その後ろからその車が来たらですね、ものすごいこう車間を詰めて幅寄せをして、でパッシングもして、クラクションも鳴らされたんですよね。もうベベ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 って、鳴らされました。でも なんだろうなと。まあ空波はその時、こう道路のね左の端の方に、特に、寄ってはいなくて、やや、真ん中寄りのところを走っていたんですけれども、そのなんていうのかな、無理やり、当然ですけどセンターラインそこ黄色なんですよ。なんではみ出しで、追い抜きは禁止のところなんですけれども、そこで、大きくそのセンターラインをはみ出して、空波のこう横に、つけてですね、その車がでこうギュッと今度逆に幅寄せをして、おっとっとっとって危ない危ないと思って、本当にちょっと怖かったんですよね。で幅寄せをした、でまあ空波を抜いてで前に出たわけですよ。ねなんだこいつちょっとやっべえやつだなと思って、まあ空波がね最初にこう例えば後ろから煽ってたとか、煽られてるとね思われても仕方がないようなことをしたとか、まあもしくは先ほどのね、そのまあ、細い路地から、一般道に出るときに結構際どいっていうか、まあ、行けるか行けないかとか、もしくは危ないって思われるような、タイミングで、空波が出たとか、そういうことだったらなんかそういうことされるっていうのもまあ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 、まあ俺はやらないけどね、まあ、自分自身でも あれあのいやなんていうのかな、あの出方がちょっと悪かったのかなとか、そういったように思うんだけれども、そういったことが一切なくて、いきなりそういうような行為をされたんですよ。で、まあここでね、まあ、そこで例えば空波もこう大人げない、人間だったら、なんだこいつふざけんなって言ってね、またそこでこう、例えばすり抜けをしてね、前へ出るとか、いうことを、したのかもしれないですけど、まあ、空波はそこまでバカじゃないですから、なんだこいつやべえやつだなと、いうふうに思って、まあ、そのまま、後ろについてたんですね。で結構こう渋滞するんですよ、その道。で渋滞してて、今度はそのなんていうか、その、まあ、ドライバーさんが僕が、すり抜けをして今度前に出る、まあ、やり返すと、いうふうにね、まあ、思ったんでしょうね。まあ、自分がそういうような、ひどいっていうかバカなことをするやつですから、当然、自分がやるんだから相手もやるだろう、自分がやったんだから相手もやり返してくるだろうと、思うのは、まあ、不思議じゃないです、バカだから、まあ、だけど、正直僕にはそんな気はさらさらないわけですよ。
で、まあ、本当にね、前、今度は僕の前に出たら、例えば、本当にこう、なんていうの、左、停車時には、左絶対抜けられないぐらいに、左を詰めるんですよね。あの、こう、なんていうの、速攻の方に。うん。だから俺、だから抜かねえって言ってんのにって言って、だから、そっち行くと、今度、なんていうのかな、あの、俺がすり抜けするっていう風に誤解されるじゃないですか。あの、左の方に僕が、バイクを寄せると。うん、なんで、あ、それはちょっとまた、なんか、挑発してるようで嫌だから、今度は、やや真ん中寄りにね、自分の、バイクのポジションを持ってったんですよ。そしたら今度は、そのセンターライン側からね、抜かれると思ったんでしょうね。今度センターライン側にグギャキャーってこう、ね、幅寄せをするわけですよ。なんなんだこいつ、気味悪いなと思って、ただバックミラーをね、見てもね、見えるんですよね。バカなやつが、ずっと僕をこうバックミラーとサイドミラーでめっちゃ気にして、こう、抜かれまい、抜かれまいっていう感じで、僕はそんな抜く気なんかさらさらねえよっていうのにさ、めちゃくちゃ気にしてるんですよね。要するに僕の、このクロスカーブのことを。で、めちゃくちゃ気にしてたからだと思うんですけど、めちゃくちゃ気にしてたからだと思うんですけど、渋滞していますから、はい、前の車が止まっていたことに、ちょっと気づくのが遅かったんですよね。そのドライバー。わかるでしょ？僕ばっかり見てたわけですよ。わかるよね？はい、追突しました、前の車に。ざまあ見ろバーカ。もう俺もうな、そのなんかその時もうヘルメットの中でざまあバーカって言っちゃったね。で、俺なんもやってないからね、そんな煽ってもいないし、その逆にすり抜けをしようともしてないし、おとなしく後ろで、待ってただけだからね。で、そのドライバーが、ぶつけてね、追突して、まあ、前の車の、ドライバー降りてきてね、で、その、アホも車から降りてきて、で、そのドライバー普通ね、自分追突だよ、だって止まってる車に10-0だよ、過失で、自分が 100% 悪いんだよ、まずはそのぶつかったドライバーさんに大変申し訳ございませんでしたとか、すいませんでしたとか、後ろばっかり気にしてて前見てませんでした、申し訳ございませんでしたとか、普通そっちに謝るんだろう、だって普通だって。それなのにその、ドライバー何を思ったのか、いきなり車降りてきたら、その前の、車の運転手さんを無視して、僕の方に向いてきて、こらーふざけんなーって言って怒ってきたんですよ。もうね、面白すぎてね、なんていうのかな、もう、カブ舐めんじゃねえよ、本当によ。もう、っていうか、まあ、カブっていうか、もう原付きっていうか、まあ、なあ、もう本当にさ、なんていうの、それ多分あれだろう、俺が大きいバイクだったらそんなことやってねえんだろうっていう話だよね。もう、本当に、あ、またなんか雨だいぶ降ってきちゃったよ、これ。もう、まあ、なんとか舐めるなよっていうとさ、ついつい俺らの世代だとさ、安岡力也さんが出てきちゃうんだけどね。ホタテを舐めんなよって。あ、もうちょっとこれ雨ひでえな。はい、ということでね、ちょっと早いけどもう終わろうかな。はい、散々、文句も言って、ストレスも発散させていただいたんでね、改めて、株に乗ってみて、これもうさっきと一緒じゃねえかよ、もう。二度目だよ、びっしょ濡れだよ、はい。まあそういう風に思われてるのかなということをね、改めて、思いました。はい、ということでね、雨もじゃんじゃん降ってきましたので、この辺りでカメラを止めたいと思います。はい、どうもありがとうございました。